フランツ・アントニア・ヨセフ・ルドルフ・マリア・ヒューマン、先例名。フランツ・アントニー・ヨセフは、チェコスロバキア生まれのドイツの作家。小説家、エッセイスト、絵本作家として、東ドイツで活動。青年時代には、ナチズムの影響を受け、戦後は、社会主義の信奉者となったものの、東ドイツの発展に対して、次第に批判的になり、後年は東ドイツにひどく失望していた。 ベルリン兵は推進運動に参加しているフランツ、フューマン。フランツ・フューマンは、リーゼン山脈のローキット・ニーツェなどジゼロで、薬剤師の息子として生まれた。国民学校を卒業した後、4年間ウィーンのカルクスブルク市教団を訪れ、1936年に、そこから逃亡した。その後は、ライヒエンベルクのギムナジウムで勉強し、学生組合のメンバーになる。 1941年にホーエン・エルベのアビトゥーアに合格した。ナチスドイツによるズデーテン地方併合後、フューマンは突撃隊の騎兵隊に参加した。第二次世界大戦期間中の1941年、フューマンはドイツ国防軍に招集され、ギリシアとソ連で長報員として動員された。1945年にソ連の戦争捕虜となり、 1946年にモスクワのギンスクの反ファシズム学校行きを命じられた。1949年に釈放され東ドイツに移住。メルキッシュブッフホールツとベルリンに生涯暮らした。衛生政党であるドイツ国家民主党に入党。1958年まで党機関の文化政策の従業員として活動し、国家民主党には1972年まで、 読していた1958年から死去するまではフリーランスの作家であった。作家活動だけでなく、フューマンは文化政策においても活動していた。彼は多くの若い作家たちを助成し、後年には東ドイツ指導部から弾圧や嫌がらせを受けていた。1976年にボルフビーヤマンの国外追放に対する抗議文書の賛同人となった。 フランツ・フューマンは1956年にハインリヒマン賞を受賞し、1957年と1974年には東ドイツ国民賞、1977年にはドイツ批評家賞、1982年にはショル兄弟賞を受賞した。ベルリン芸術アカデミーの会員でもあった。フューマンは1984年にガンにより死去。 ベルリンではなく、大好きなメルキッシュブフフホルツに埋葬するよう遺言を残していた。審判、フランツ・フューマン原作の映画化、または彼が脚本を担当した映画、バーバラ・ヘンツェ、フランツ・フマン、アイネビオグラフィン・ビルダーン、ドクメンテン・ウント・ブリファン、ヒン・スターフ、ローストック 1998S8F。ありがとうございます。